バディという曲なんですけども、はい、これあのジョージ・ガーシュインという、うん、あの有名な作曲家、ラブソディ・イン・ブルーとか、うん、はい、そんないっぱいあの曲作ってるんですけど、はい、その人が、1919年ですからね、まあ、これまた大正8年に作られた歌なんですね。大正8年に出てきます、はい、でその当時流行ってたダンスのステップにワンステップというねダンスの種類があって、それに合うようなリズムの曲を作ろうという作られたそうですけど、まあ、ワンステップというのはどうなのか今分かりませんけど、はい、まあ、ここでも関係がある、初めてジャズのレコードをって言って出したのがね、まあ、イタリア系のアメリカ人なんですけども、はい、1917年ぐらいだったかな、オリジナルディキシーランドジャズバンドというのがあって、はい、その人たちがやっぱりレコード出してるんですけども、その中にオリジナルディキシーランドワンステップという曲があって、慌ただしい曲なんです。曲のタイトルに入ってたんですか。そうそう、ワンステップというダンスを踊るための曲だった、うん、でこのスワニーというのもワンステップというダンスのためにも作られたんですけど、はい、それを聞いたアル・ジョンスンという当時人気のエンターテイナーがこれはレコードに使わせてくれ、はい、あ、その前にね、シンドバッドというね、はい、ミュージカルがあってそれに使わせて、うん、劇中の歌ですね、はい、でそれで大好評でレコードを出したら1920年、はい、1920年にレコード出すとです、大正9年ですよ。なんとアメリカで225万枚も売れたというね、すごい、とんでもないあのヒット曲なんですけど、ジョージ・ガーシュウィンをその有名にさせたという曲でございます。それではワンステップの最後はスワニーです、はい、スワニー。ありがとうございます。